はい、今回はクイワナで撮れています。このイノシシは1ヶ月くらい前からよくカメラに映っていて、なかなか罠にかかりませんでした。罠の位置を時々変えながらこまめに調査をしていたのですが、やっとかかってくれました。結構大きいです。はい、それでは素早く捕獲したいと思います。絡み着なしなので気をつけます。結構大きいですね。足は切れないと思うんで、素早くします。よし、ここは上に通しがあって上にかけてました。で、
通しに2箇所かけて、1箇所がもう位置がバレてたんで、あっちに1個追加して、多分向こうで弾いて焦ってここでかかったと思います。結構荒らされてたので取れてよかったです。 L 字のところを利用して鼻くくりをすると安全に捕獲することができます。今の感じでしていただければイノシシも動き回らずにかなりスピーディーに止め刺しができました。今回はくくり罠でイノシシを捕獲しました。約1ヶ月にわたり追い求めていた個体なので良かったです。では今からここの整備をして帰りたいと思うので、今日もご視聴ありがとうございました。今はこの踏み板と目尻バネの5個セットから販売しております。お求めは概要欄より、お電話、おメール、おファックスお待ちしております。